とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はこれ、使ってみまーす。森の矢筒に、冬の指先のリフレッシュクールダウンショット、バーストボーストリング、アーティファクトチャージですね。これで行ってみようと思います。防具は勇者です。でね、森の矢筒254手に入れたんですけども、セーブせずに消しちゃいました。マジでショック。マジでショック。ミスったなぁ。まあ、また手に入れればいいか。まあ、とりあえず行きましょう。では、冬の指先が251なんですよ。リフレッシュを入れれるのって、ちょっと251しか持ってなくって。これだけども、まあ多分そんなにダメージは変わらないでしょう。いきまーす。ああ。いいんじゃない？うん。あ、全然いけるよ。おお、いい、いい、いい。ちょっと待って、防護再生がいる。いや、問題ない。防護再生いるけども、特に問題なしです。OK。ただ問題なのは、矢が枯渇しそうかなっていうところですね。ああ、途中途中で出てきてくれれば、いや、強えな。あの、前、バブルバースターで、森の矢筒使っていったんですけども、いや、これ、冬の指先の方が強いな。うん、バブルバースターが向いてるかなと思いきや、いやいやいや、これは、うん、指先の方が全然向いてますね。よしよしよし、まあまあ全然いけます。もちろんキャプテンは倒してからいきましょう。おお、これはいいぞ。ドープつきました。すげえな。すっごいな。すげえ塊だったな。 OK。矢の心配がね、まだあるんすよ。なので、矢は多めに出てほしいんだけども、ちょっと待って、ここきついぞ。OK。まあまあ、ポーションマリア無限にしていけば、問題ないでしょう。にしても、ちょっと待って、キャプテン多すぎだぞ。ちょっと待って、まず、取るまで、これでいこう。オッケー。で、脅威3。よし。待て。よっしゃ。ちょっと、えらいこっちゃだな。あぶねえ。え、まだいるの、キャプテン。いや、いいことだけどね。あ、ナイトモードになってる。いつの間にか。ちょっと待って。ナイトモードきついぞ。キャプテン、どこだ？こっち？多分、あー、いるね。待って待って、すっげーいるぞ。OK。結構最初の方から飛ばし気味でいてくれるっていうのは、まあ嬉しいけどね。嬉しい。あ、いた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 。ちょっと待って。矢を回収させてくれ。で、こうして、ここか。OK。すごいなぁ、本当に。えらいこっちゃだ。ちょっと待って。何？何なんだ？ナイトモードで、プレイヤー HP20% 減少で、略奪者に変わるか。ああ、まあまあ、そう大したことはないね。うわ、危ねえ。危ねえ。ナイトモードがうざいだけで。まあまあ、いけると思います。危ねえ。トゲとか、あ、まあまあね。変更来たりしたら、まあ、やられますよ。それは間違いない。でも、なんとかそれでもクリアし、あ、やぶれい。どこだ？あ、こっちか。で、これで多分100本以上にはなったから、ある程度はいけるでしょう。いくぞ。うん。オッケー。でもやっぱりね、矢筒2つよりも、
あっつねえって。あの、一つを、カバンにしといた方が、間違いないですね。うん。一つカバンの方が、安定します。まあ、矢が出てこなかったら終わるんだけど。まあ、矢は出てくるものと思っときましょう。うん、やっぱりね、ポーションでダメージ2倍になるっていうのが結構重要。うん、これがないと攻略が厳しくなるもんね。よし、これはもう余裕だな。今のところ全く問題なくいけます。危ない。うん、勇者だからポーションバリアめちゃくちゃ入るのよ。余裕です。でもそろそろパワーポーションを取っとけ。ボスに来るんじゃない？そろそろ。もうちょっとだ。いや、ボスに来たけど矢が63本、ちょっと厳しいかな。うん、63本、若干厳しいぞ。で、パワーポーションはいるね。あ、まずこいつはこれでいける。あ、もうむしろここもそれでいけ。はい、終わり。ちょっとうつるしたけども、はい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 。いや、あのね、鬼の矢筒と合わせるのはこれ冬の指先が一番いいね。うん、バブルバースターとかピンクスコーンドレル、グリーンメナス、あのあたりもいいかなと思ったけども、いや、断然こっち冬の指先の方が森の矢筒には向いてますね。めちゃくちゃ強い。あと勇者が良かったね。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。